キュッして。OK。皆さんこんばんは。11月21日月曜日、317回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から三角をしてちょっと曇り空の天気でございました。三角をして、今日のゲストをご紹介いたします。8月11日木曜日なんですが、松本市総合体育館でですね、第4回中学生、サイエンスグランプリ、清水さん撮ってるね、それと科学の甲子園ジュニアの長野県大会の予選に、科学部としてですね出場いたしまして、見事に優勝し、長野県代表に選ばれて、この12月に全国大会に出場すると言われます真っ白中学校科学部2年生6名と、同顧問の伊藤先生、伊藤徳次先生ですけれども、今日はよろしくお願いいたします。さて皆さんですね、ご紹介しますけれど、2チームなんか出たということなので、1チームのですね、牛木大輔さん、どなた、こういうふうにやってる、はい、それからね、堤とは宮坂さん、はい、続いて桃瀬光一郎、はい、それから2チーム目のメンバー、尾本智弘、はい、それから、部長であります久保浩太、はい、それから山岸幸喜君、それで、はい、よろしくお願いします。一応この2チームで出場されたという形なんですね。そうしましたらですね、松代中学校ね、洋蘭という形であるんですけども、長野市立松代中学校ということですね、はい、今回これで出場いたしました。この科学部の、まあ、伊藤先生ですけども、教師になって何年ぐらいでたるんですかね。約35年になります。35年。この科学部の担当になられていますけど、何をしているか。科学部っていうのは、はい、物理とか科学、生物、地学といった理科のことに関して、はい、いろいろ調べたりとか、はい、研究したいということを行っている、はい、ところです。あ、そうです、はいはい、これ今中学で の他の部ってのありますね、はい、どうですかね、これどこを合わせて言っていただいて、あ、ここだね、はい、はい、これ見ると文化部が10部あって、はい、文化部はその科学部入れて4部あっていう形ですね、はい、あとこれ伊藤先生、中学サイエンスグランプリっていうのはどういう大会なんですかね。まあ、この間先生の方でもありますけども、輝きっていう形でこういうのでね、学校の中で新聞みたいなの出して、優勝県大会に決まりましたよみたいな形のね、あれですね、発表されましたけど、どういうかあれなんですかね。そこには科学の甲子園全ジュニア全国大会となりまして、はいはいはい、その長野県版がそのサイエンスグランプリという大会なんです。結局は同じです。同じなんですね、はい、音出てるか聞いてみて。それであれですか、音出てるか聞いてみて。そっちじゃない、なんですかね、イヤホン、イヤホン、同じものであって、主催は先生どこになるんですかね。ですね、ちょっと長いんですけれど、うん、国立研究開発法人、はい、科学技術振興機構というところが、はい、主催をしています、はい、で長野県は、県の教育委員会が主催をしています。なるほどね。これ今回出た出場するって何校ぐらいですか。ですね、長野県で、はい、13校ですが、うん、1校から何チームでも参加できますので、全部で32チーム、本校を含めて参加しています。うん、本校は1チームです。結構あれですかね、体育館でなんか先生やられるとかなんとかっておっしゃったんだけど、その実技だけなんですか、それともなんか他のこと。実技はやっぱり体育館みたいな広いところでないとできないので、うん、体育館でやったんですが、筆記競技というのは、そちらは別室で、はい、これはもう全員参加です。全員参加です。全員参加、はい、ここに時間出てるから大丈夫で、何点ってやるんですか。そうです、ね、ここに時間見てもらう、筆
筆記の方は6人で、ね、右手のところに時間出てるでしょ、4分いろいろ相談をしながら5分1秒って出てるでしょ、ここにここに出てるじゃん、これ当日で当日です、画面の右側に、あ、これか、そこ行くまでどんな課題が出るかわからない、これでも何回ぐらいだとしたかってね、今回が4回目、4回目なんですね、はい、で前回も何か出たとおっしゃいました、はい、あの前回そういう案内がありまして、今いる彼らのちょうど1年生の今5分30秒3年生が、ぜひ参加したいということで参加をしまして、なるほどね、はい、これ参加するのに、まあ、先生この部長に話をしたりとかっていっぱいあると思いますけれど、ね、その時じゃ部長に聞くかね、はい、その時聞いた時どうでした、まあ、その文化部っていうのはその文化祭とかそういう目標しかないので、うん、一つの目標としてその退院するランプに必要するの自分のカメラでズームしたりしてやってみて、そうで、それどうしたですか、それ自分で実際にカメラを動かして、うん、その時にそのモツさんやってる、話するって話じゃないですか、うん、でそれ話 しました、手触れちゃってる、でどんな感じでした、大丈夫、変わってますか、参加したい人はこの上、いや、これ小さいですね、普通にそのまま使って参加したいっていう人はそこまで行きません、今いなかった、はい、そうですか、意欲的な人は、はい、あ、いなかった、そうですか、で、尾又君は今ですかね、その通り教育部長から聞いた時、ここから入ってるかな、なんか喋って尾又君、部長から言われた時も、うん、正直でも部長に、言われる前は自信なんですけど、うん、部長に、まあ、何に困るで、うん、まあ、自信になりました、ね、やる気になった、そう、はい、宮坂さん、じゃあ宮坂さん、あれだね、山石君はどうですか、ちょっと大きめに言ってくれ、僕は去年も大きな声で話してくれ、書いてくれるカンペ、今回出れるってなったのは嬉しいです、嬉しかった、あ、そう、よかった、じゃあ百瀬君はどうですか、まあ、大会に出ることが決まるまでは、まあ、そんな遊ぶやりしたりなんて、まあ、出ることになったらやろうって感じで、うん、なるほど、分かりました、あとは今聞かなかった牛君だろう、どう話聞いたとき正直、自信がなくて、自信がなかった、うん、けどでも、まあ、自分たちの力を持って、うん、あ、本当、挑戦しようって感じで、よかったね、うん、ね、挑戦しよう、あと、堤君はどう、あ、僕はもう絶対に嫌だと思ったんですけど、うん、なんか絶対嫌だと思ったんですけど、うん、まあ、強制だったんで、うん、そうだったの、そうなの、でもみんなじゃあ、いろいろな あれがあったけれど、まあ、部長に引き連れられて行くっていう感じだったんで、一つにまとまったってことか、うん、でその時先生どうですかね、これうまくまとめてっていうか、いや私もねそこら辺の事情まであんまり細かいことはわからないんですが、でももう行くと決まったらぜひ行って、うんうん、なんか頑張りたいと。ということでまとまったと思います、うん、なるほどね、あ、そういう点では良かったですね、うん、なるほどね、あとやっぱりこれ先生きっかけ作りってやっぱりあるじゃないですか、その参加するためのどんどんのことってのがあって、その子どもさんというか生徒さんに説明するときってどういうあれですかね、私というのはやっぱり去年の先輩が言った話を聞いて、うんうん、まあこんなだったよっていうことを聞いて、まあ多分僕を中心に、うん、まあ、ぜひやってみようということになったので、うん、まあ、きっかけっていうのはそういうことかな、うん、あ、そうですか、うん、でも実際参加してどうですかね、まあ、今までか自分で考えてたのとの違いっていうのは部長としてどうですか、その、うん、引きとかその実技の問題がやっぱ難しいなって、その学校でやるようなテストの問題とかとは全く違うなって思いました、うんうん、中身的なものちょっとなんか私らに分かるぐらいな、なんかあればどういうあれなの、まあ、問題としては、うん、その
学校で習うような問題なんですけど、その応用問題なんで、その、なんか難しい感じで、はい、難しかったです。それは何、ずっと一人でやるの、それともみんなでこうやって話し合いでも OK なの？あ、筆記はその話し合い6人でやって OK、うん、あ、6人で OK、はい、なるほどね。それどうですか、みんなこうやって やった時の感じって、一人一人こうやってたみんな相談しながら、時間的にはどのくらいなの？70分でした、うん、それでちょうど中で終わる？いや、結構難しかったんで、難しかったんで、あと1分前書いといて。なるほど。あとそういったそのあと他の技術的なものってのは同じ体育館で何かじゃそういうものがある全員でやるの？あのその他のチームはそれはその、うん、その6人の中の3人と3人が分かれて、うん、あ2チームで作ってで2つ作るってことですね。あ、なるほど。それどうですか、なんていうの、他のチームも一緒に同じ場所でやるんでしょ？あ、はい、ね、で審査はどうされる？審査は、なんていうんですか、その何秒間飛べたかっていうのがポイントになって、それで落ちたら、まあ、そのまま計測が終了するんで。あ、それ今回ってさ、どういうあれだったんですか？飛行機が落ちるとかなんとかどうする？まあ、その竹トンボみたいな感じですかね。はい、まあ、それをじゃあその3人でやって、みんなで同じように飛ばすの？はい、作って。じゃあ、それはそれが一応優秀で、はい、全国長野県代表で全国大会行くっていうことになったの、はい、なるほど。まあ、あれですかね、これ伊藤先生、まあ、いろいろこれ大会で優勝して県大会も出るとかっていう話になって、まあ、一応今回もこういう形で、ね、市民新聞さんにもバーンって大きいやつ出ましたけど、ね、反響ってどうですか？今日すごいですね。すもう学校の中でも、うん、よく頑張ったっていうことでね。ああ、どう、部長の方としてどう、なんか、皆さんどう、仲間内でこうやって新聞に載ったりなんかした時に反応ってどう、おい、よくやったねとかって聞く、どうですか？一言ずつみんな結構そのクラスの人に言われたりはしました、うん、出てましたね、出てたねって。いや、でもみんなおとなしいね。これおとなしいからいいんかね。違う。ちょっともっと喋ってくれるかなと思ったんだけど、みんな静かにしてるんで、普通でもっと喋るよね、うん。だからまあ、今度はね、一応まあこれ、なんていうんですかね、12月に行くような形になるんだけども、今はどういう形をやってるんですか？今は、その、先にその実技の問題を出されているので、うん、その実技の取り組みをしている。してる、はい。これもみんな独自でやってるの、それともチームっていうか、その6人全員でこうやってやるんですか？まあ、一応アイデアは6人出してますけど、うん、その制作班っていうのがあって、うん、その制作班は3人だけなんで、うん、まあ、あ、今回行くと、今度やるときは3人だけだね。で、他にも2つその実技があるので、うん、そういう物理の制作班と、うん、その科学系のなんか実験の実験班があるので、うん、まあ、それで分かれる感じ。それは当日行ってみなきゃ分かんないと。はい、その実験の方は、実験の方の課題はまだ分からない。1分前、面白そうだね、はい、なんか大丈夫かなね、わかりました。まあ、あとこれからですね、まあ、これチームごとにみんなやらね、なんとかやって頑張っていただきたいんですけども、やっぱりこれ12月に向けて今毎日ね、これテストもあるって、あ、期末の、あ、期末のテストもあって、引きのテストもある。はい期末のテストは今週の今週は学校の話です。あ、学校の話だよ、うん、それはみんな勉強やってんの？はい、やってる、はい。じゃあその終わってから、じゃあ12月のあれ課題に向けてまたやるって形ですね。はい、はい、まあ、ほんのちょっとしかちょっとあんまり今日聞けなかったけど、まあ皆さん頑張ってね、風邪ひかないように12月には全員ね、一生懸命やっていただけるような形で頑張っていただければいいかなと思います。まあ、先生も引率で行かれるんですね。そうですね、はい、じゃあまあ
まあ、あの優勝に向けて、ね、頑張っていただきたいと思います。じゃあ最後に頑張るぞで終わり変わりしたいと思いますね。じゃあせーの、頑張るぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせはそのままいい。はいはいはい、行きます。はいはい、お待たせ。そこ山田さんが来てる、そこ、あ、さっき来なっちゃう、あ、いい、こっちの方にしてる、ええ、動いた、オッケー、はい、じゃあ、マイク、え、マイクいらない、あ、うん、大きい声でね、あ、そうか、はい、皆さんいや、いや、あ、オッケー、あ、オッケー、オッケーまだですか、はい、いいよいいよ、いいって入ってんの、はいはいはい、三田さん、はい、お疲れ様でした。いや今日マイクないからね、ちょっと、ね、やりづらいね、やりづらい、やりづらい、そう、でね、おっさんの音楽だけ入れて、ね、生放送はいいね生放送は素晴らしい、ね、なくても大丈夫だもんね、緊張してるじゃないですか、そうそうそう、生放送はせっかく、まあそういうことだ ね、 ね、はい、ということで、はい、予告、予告じゃない、お知らせ、お知らせね、はい、26日今週土曜日、はい、いいね、はい、はい、マッシュロ学講座最終、はい、最終回、はい、アップ、ね、アップ、はい、はい、徳川家康、はい、こういう形で、ね、はい、またちょっとマッシュロ公民館で行います、はい、はい、ぜひ、はい、ご方ご参加いただければいいかなというふうに思います、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあいいっすね、はい、で皆さん来週は、来週はね、はい、私じゃなくて宮坂さん、あ、私、あ、そうなんですよ、アップ、アップで、はい、はい、で先ほどね、このカンペ持ってるけど、さっきね、うん、この原稿来たところ、そう、読んじゃうね、読まない方がいい、え、読まない方がいい、頭入ってないんだもん、いい、ここでじゃあ さらっと投げて、あ、さらっと投げて、うん、はいはい、防災について、うん、あと分からない、俺あるじゃないですか、程度、あ、そう、火災のない、火災のない、いや、俺は言うね、はい、火災のない明日を目指す、うん、ということで、ね、うん、ちょっと読ませて、うん、ね、ここにね、うん、ね、比叡の挑戦、笑わせないでください、比叡の挑戦ね、うん、火災をなくすために日々頑張っている、うん、そういうことをお話しいただくの、あ、本当、うん、防災会社の社長さんなの、あ、そうです、うん、でね、うん、あの先週じゃねえや、先月か、うん、あのね、長野市南長野運動公園で、うん、全国消防総合、あ、はいはい、知ってた、ありました、ありました、うん、このね、そのポンプを作った人なの、うん、その人がね、社長で来てくれてね、うん、そこら辺の話もしてくれるの、うん、あ、そうですか、うん、でさっきもらったとこなんてね、うん、印つけたけど、ね、うん、目かすんでよく見えないんだよ、あ、了解です、それはね、じゃあ当日ね、そう、はい、来週でおしゃべりにね、はい、おしゃべりでね、しゃべくりします、しゃべくりますよね、はい、しゃべくりますよね、はい、じゃあ楽しみです、はい、ね、はい、よろしくお願いします、いや、今日ね、うん、ちょっとね、最後に一言言わなきゃいけないんだけども、うん、生放送でちょっと機械の故障でね、ちょっと遅れちゃったんですよ、録画だからね、その録画はずっと出てるんだけど、生放送見ていただいた方ね、ちょっとね、30分ぐらい遅れちゃってね、申し訳ありませんでした、すいません、ね、生放送の醍醐味でございますんで、はい、まあ、来週はお楽しみでね、はい、来週のしゃべくるマッシュロ、どうぞお楽しみに、はい、お願いします、お気持ちして